MLB、タイガース、ドジャース、日本時間14日、デトロイト。ドジャースの大谷翔平投手は13日、日本時間14日、敵地、タイガース戦で、1番、指名打者で先発出場し、メジャー通算200号を放った。メモリアル弾を見事にキャッチしたのがタイガースファンの43歳エリック・ワイン・クープさんだ。 画像、日本人メジャーリーガー妻が大開脚で衝撃ポーズ。綺麗すぎ。ちょうどボールが転がっているのを見たんだ。ビールをこぼしてしまったよ。でもクールだった。ボールをすくい上げたんだ。素晴らしいよ。こんなことは初めてだよ。この日は父の日のプレゼントとしてもらったチケットで来場。 タイガースファンと会って、大谷にとってはメジャー通算200号は知らなかったという。僕はボールを返すよ。彼がボールを欲しいというのなら絶対に返すと笑顔を見せた。地元放送局からもインタビューを受けた。ホームランボールを掴んだだけで、これだけ多くの人が興味を持ってくれる。それでどれだけ意味のあることなのかが分かったよ。すごいことだね。 最高だよと目をパチクリさせていた。